いいところですね。あとは耶馬渓とか大分の耶馬渓とか大分とかね、公園で大体そういうもの揃ったんですね。皆さんどっかいいとこ知ってます？まず滋賀公園。え？滋賀公園。滋賀公園のこれが高い。高いのか。あとは白馬公園。どうですか、その3つ揃ってませんか？うん、なんかね、富山県で今、KNB とかニュースで撮ってなんか立山とか紅葉がすごいとか言ってね、大寒門とかね、徐々にやっぱ下がってきましたね。下がってくるっていうのは気温が、だんだん山に近づいてくるっていう意味なんですね。で平野部でこう紅葉が始まるのも始まったやつはありますけど、綺麗なやっぱり今11月の周りが見たら泣いたりそんなことをこの化学物質が出たらのどもするとこうやってね、ゴリ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 で、これはあの下の芽がないんでね、なんかいないような気するでしょう。でしばらくすると動き出すんですよ。おりませんか。アイスコーヒーの売ってますけど、これをこう、転がしてみて中に生き物があるから、あちょっと時間経ってるから水分持って水滴持ってますけどね、ちょっと転がしながらね見てください。でそこにいっぱい貼ってます。一人一個ずつ取ってください。はですね、木の子供のなしです。ようやく受けたね。木の子供はおりませんか。菌糸ってね、ばい菌の菌に糸って書くんですけど、菌糸ってどんどん増えてくるんですね。で実は土を掘るとね、その菌糸がこのようにこうびっしりになってるところがあってね、それで菌糸が増える手段としては自分でこうどんどん伸びしていって全体こうそうですね。でその他に、キノコっていう物質を作って、まあ、専門用語で子実体っていうんですけど、子供の実体の菌糸の実に現れたんですよね。子実体っていうんですね。それは何の役目かというと胞子を飛ばす。胞子を飛ばしてもまた増やすという作戦なんですね。という意味で先ほど西尾さんはですね、キノコをなんだキノコ生えてるっていうふうに見るんじゃなくてね、この中身を見てほしいんですね。すなわち菌をはびこらしてももうどうしようもないぐらいだった時に胞子を飛ばすキノコを作るんですね。ということはキノコの下にはびっしり菌糸がある。
なわち、それが普及だけの普及菌なんでね。普及菌の場合は、もうそこの木の中身をこう、まあ、食べ尽くしてるというかね。まあ、大抵こう、ひどければ、根っこだけとかあればですね、切ったら大抵大きな風呂があってですね、木の、真ん中を、腐らしてると。すなわち、体の下みたいな普及菌がついたのが、まあ、ほとんどちょっと危ないというところです。ということは、生竹ね、この竹を、できないけど。から、専門家の人はすぐに、すぐに分かってます。危ない。あんまりすぐにしないです。その方は、お、彼女と仕掛けやって、なんかそういうことだったから、というつまらんことを考えるんだけど、そういう腹筋とかやっぱあればですね、危ないというふうにちょっと見て、ぜひ、公園の中であれば、西尾さんに連絡してもらいます。また考えてくると思いますので。